楓さん、ご祝儀の金額間違えていましたよ。でも安心してください、まだ私しか気づいていませんから。え、間違えてどういうこと？楓さんのご祝儀はすごく薄い気がして心配でついさっき開封したんです。もうご祝儀を開封したの？そしたらたったの10万円しか入ってなくて、楓さんたら意外とそそっかしいですね。息子夫婦へのご祝儀を入れ忘れるなんて。え？ご祝儀袋はこっそりお返ししますね。だから入れ忘れた分を追加してください。楓さんからのご祝儀はたった10万円なわけないですから。何か期待をさせているならごめんなさい。ご祝儀はもともと10万円しか入れるつもりはなかったの。え、なんでですか？長男夫婦の大事な結婚式なのに、普通こういうのは姑として多額のご祝儀を払うはずでしょ。え、最低でも100万円いや200万円は包むのが普通でしょ。そんなに？だから私、楓さんからのご祝儀を期待していたのに。京介くんの実家は友達も稼ぎ先よりも大きいし、だから友達よりももっともらえると思ってたのに。確かに我が家はそれなりに大きいけど、でも田舎の古い家だし、格式ある家でもないし、長男だからってたくさんのご祝儀を包む文化はないわ。そんな、本当にたった10万円しかもらえないんですか？こんなはした金しか用意していなかったんですか？お祝いのお金をはした金って、その言い方は失礼なんじゃないかしら。失礼なのはそっちでしょ。せっかくの長男夫婦の結婚式なのに、たった10万円しか用意できないなんてありえない。まさか楓さんがこんなに貧乏人だったなんて。貧乏人ですって？ちょっと整理させてください。私はあまりのショックで倒れちゃいそうです。なんだか期待させちゃってごめんなさいね。おいおい、彩香ちゃんが思っていたより少ないけど、二人の結婚のことはとてもおめでたいことだと思っているからね。母さん、悪いんだけど俺のことを式場に入れてくれないかな。中に入れなくて困っているんだ。どういうこと？招待状忘れちゃったの？いや、招待状はちゃんと持ってきているよ。でも今日になって彩香さんから帰ってくれって言われてさ、そのせいで警備員に止められて中に入れないんだよ。なんですって？どうして彩香さんが康介を追い返すのよ。あなたは新郎の弟なのに。貧乏人は今日の豪華な結婚式に来る価値はない。だってさ。あ？実は前から彩香さんは俺のことをバカにしているんだよね。未だに実家暮らしの兄とって陰で言われていてさ。でもまさか式場を追い返されるとは思わなかったよ。一体どういうことなの？前からバカにされていたって、そんなの私は知らないわよ。彩香さんは母さんの前では思いっきり猫をかぶっていたからな。でも俺の前だとひどい態度だよ。俺をニートだと決めつけて貧乏人扱いでさ、目が合うだけでため息つかれていたんだよね。なんですって？何度も在宅の仕事をしているんだって説明してきたんだ。でも京介さんはニートだって言ってる。情けない嘘までつくな貧乏に。ってまともに取り合ってくれないんだよね。京介までそんなこと言ってるの？昔からあんたたち兄弟は仲が悪かったけど、でも京介はあなたの仕事のことを知ってるはずでしょ。在宅で音楽関係の仕事をしているって、知っていても認めたくないんだろう。元引きこもりの弟の仕事のことなんて。え？兄ちゃんは高学歴で大企業勤めの自分が大好きだからな。そして昔からネクラで引きこもりだった俺をバカにしていたし、そんな俺がフリーランスとして頑張ってるなんて認められないんだよ。どうせ引きこもりの延長線ぐらいに思ってるんだろうな。まったくあの子ったら。なんでこんな奴らの結婚式に出ないとダメなんだろう。冷静に考えてバカらしくなってきたよ。トニーたちも帰れって言ってるし、このままやっぱり帰ろっかな。え？帰っちゃうの？ちょうど仕事も溜まってたし家に戻るよ。俺の分も母さんが祝ってあげて。それじゃあ後のことよろしくね。楓さん、申し訳ないんですけど今から帰ってくれますか？今ならまだ式も始まらないし誰も気づかないと思いますから。え？新郎の母親追い出すの？だって母親以前に貧乏人なんですもん。そんな人に私たちの結婚式に出席してもらう必要はありません。なんですって？私たちがどんな結婚式をするかご存知ですよね。長男夫婦として恥じないよ、すごく気合を入れて豪華にしたんです。彼は大企業勤めで友達にも自慢できる新郎で、みんなにもっと羨ましがられるような式にしたんです。なのにそこに貧乏人がいたら、せっかくの結婚式は台無しですよ。貧乏人って新郎の母親に向かってなんてことを言うの？事実じゃない。
たった10万円しか包めない貧乏人が。はあ？カエルさんには本当にがっかりしましたよ。京介くんは長男だし、ご実家も大きいから期待していたのに、200万ぐらいポンと出してくれると思っていたのに、せっかく今日までコビを売ってきたのに、全部無駄でしたね。まるで私と打算的に付き合ってきたような言い方ね。とても人懐っこくて素敵なお嫁さんだと思っていたのに、姑に懐く嫁なんているわけないでしょ。あんたが金を持っていそうだから仲良くしてあげただけじゃなきゃ、姑なんかと誰が仲良くするもんですか。次男のコウスケから聞いたわ。彩香さんはコウスケのことも随分とバカにしているそうね。だって中学時代からずっと引っこもりなんですよね。京介さんと違って大学も出ていないし、就職もしていないし、在宅仕事をしているとか言ってるけど、所詮ゲーム三昧でしょ。そんな底辺男なんてバカにされて当然です。うちの息子は底辺男なんかじゃないわ。まさか彩香さんの本性がこんな感じだったとはね。あなたには非常にがっかりしているわ。がっかりしているのはこっちの方だって言ってるでしょ。とにかく結婚式場から今すぐ帰ってよ。貧乏人に用はないの。金のない姑に豪華な結婚式なんて見せないわ。一応確認するけど、息子の京介は何て言っているの？大事な母親を追い返してもいいの？ぷぷぷぷぷぷ。彼なら引き止めてくれると思った？残念でした。私の好きにしていいって言っているわ。そう、京介もそんなことを言っているのね。きっと京介さんもカエルさんにはがっかりしているのよ。せっかく長男夫婦の結婚式に呼んであげたのに、高学歴で大企業勤めの自慢の息子が結婚するっていうのに、大したご祝儀も出せない貧乏人は今すぐ帰れ。新郎の彼も情けない母親にがっかりしているんだから。じゃあ挙式費用も返してね。え？今日のご自慢の豪華な結婚式、総額700万ぐらいだったかしら。それを全部借りておいて追い返すなんて、こんなずうずうしい夫婦なんてもう知らないわ。今すぐ帰るから一括で返済してもらうわよ。どういうこと？私たちは結婚式費用を楓さんなんかに借りていないわよ。結婚式費用は全部京介さんから出してくれているんだから。その京介が私にお金を借りたのよ。大企業勤めで稼ぎはいいけど、あの子は貯金が全然なくてね。それで私に頭を下げに来たのよ。何ですって？お金がないなら結婚式はやめるべきだって忠告もしたわ。自分たちでコツコツ貯めてからやるべきだってね。でも京介は昔からプライドも高い子で、入籍したら結婚式はすぐにやるもの、友達も同僚を呼びたいから豪華な式じゃないとダメなんだって、わがままばかり言い出してね。仕方がないから希望通り挙式費用を出してあげたのよ。そんなの嘘よ。だって京介さんはそんなこと私に何も言っていないし、プライドの高い子がお嫁さんにこんなこと言えないでしょ。実はお金がないから親に頼んで出してもらったなんて。それはもちろん私も頼まれたわ。男のプライドに関わるから嫁には内緒でってね。でももう知らないわ。こんなバカ息子たちの頼みなんて聞く必要もないもの。じゃあ本当に今日の結婚式代を払わなきゃいけないの？700万なんてそんなの私も持ってないのに。彩香ちゃんも持っていないならご祝儀で払うしかないわね。たくさん友達が来ているなら多少は集まるわよね。そんな、それじゃあ私は帰ります。あとは新郎新婦の2人で話し合って決めてちょうだい。おい母さん、挙式費用のことは彩香に秘密の約束だろ。なんで勝手に暴露するんだよ。貧乏人だってバカにされて追い出されたのよ。しかも新郎のあなたもそれに同意したとか。そんな失礼な夫婦に約束を守る義理はないわ。仕方ないだろう。結婚式当日に新婦との喧嘩は避けたいし、それに俺は賛成したわけじゃないよ。彩香の好きにしろって言っただけだし、そんな言い訳が通用するわけないでしょ。とにかく返済は一括でよろしくね。待ってくれよ母さん、あれは毎月少しずつの返済でいいって約束したろ。なのにいきなり一括返済だなんて。借りる時にあなたは私に言ったわよね。きっと母親にとっても素敵な結婚式してみせるからな。ってなのにこれのどこが私にとっても素敵な結婚式なのよ。約束を破ったのはあなたの方が先じゃない。それは結婚式には友達に同僚に本当にたくさんの人を呼んでいたじゃない。
それだけのご祝儀があればすぐに返済できるでしょ。多少足りなくても自分たちの私物でも売ってどうにかしなさい。嘘だろ、そんなことをしたら俺たちの手元には何も残らないじゃないか。はあ、豪華な結婚式を挙げたって思い出が残れば十分でしょ。そんな、ああそうそう、挙式費用を返済するときはちゃんと実家に来て手渡しね。そしてその時しっかり康介にもお礼を言うこと。はあ、なんであいつなんかに。実はあなたに渡した挙式費用なんだけどね、その半分は康介が出してくれているのよ。え、康介が。最初は私が全額出そうと思ったんだけどね、康介が母さんが数百万も出すのはかわいそうだって、大事な老後資金なんだから少しぐらい手伝わせてくれってね。いやいや、そんなのありえないだろ。半分って言っても300万以上もあるんだぞ。そんな大金を引っこもりのあいつが出せるわけがないだろ。そうやってずっと康介のことをバカにしているけどね、あの子の年収はあなたの倍はあるんだからね。はあ、あいつの年収が俺の倍もだと。仕事に集中したいからって、康介ったら給料管理は全部私に丸投げなのよ。だからあの子の努力や稼ぎは全て知っているわ。去年はいつも以上に仕事を頑張っていてね、そのおかげであなたの倍以上の年収を稼いだんだから。そんなの嘘だ、あいつはただの引っこもりね。家で音楽関係の仕事をしているとは聞いてるけどさ、どうせ雑用の下請け程度の仕事だろ。ちょっとしたお小遣い稼ぎのレベルだろ。あんなネクラな引っこもりにまともな音楽の仕事が入るわけない。一体いつまで弟のことをバカにしているつもりなの。そうやって人を下に見るのはあんたの悪い癖よ。結婚したら多少は治ると思ったんだけど、似たようなお嫁さんだし一生治りそうにないわね。なあ、頼むから冗談だって言ってくれよ。康介が大学にも行っていない引きこもりがこの俺よりも稼いでるなんて、そんなのあっちゃいけないんだ。今のあなたには何を話しても無駄なようね。それじゃ結婚式を楽しんで、そして終わったらすぐに返済よろしくね。楓さん、挙式費用を貸してくれてありがとうございました。おかげさまで今日は素敵な結婚式ができました。全部楓さんと康介くんのおかげです。どういたしまして。楽しい式になったなら何よりだわ。それでですね、一応ご祝儀をかき集めて400万ぐらいはあるんですけど、さすがに全額返済っていうのは難しくて、足りない分はコツコツ分割で返してもいいですか。絶対にダメです。必ず一括返済でお願いします。じゃあこういうのはどうですか。私これからも楓さんと仲良くしてあげます。だからそれで残りの分はチャラってことで。はい、私がご実家に遊びに行けば1回2万、一緒に外食は3万ずつ返済をチャラにするんです。嫁と仲いい姑なんてなかなかいないですよ。きっとお友達や周りから羨ましがられるはずです。嘘でしょ、そんな返済方法が通用すると思っているの。あ、そうだ、私もっといい返済方法を思いついちゃったかも。康介くんに素敵なお嫁さんを紹介したら返済チャラはどうですか。あ、だって康介くんって引きこもりで彼女いたことないらしいし、でもすっごく年収が高いそうですね。さっき京介くんから聞きました。それで今日の結婚式に来ていた友達に聞いてみたら、康介くんに会いたいって子は結構いたんですよね。ふざけるんじゃないわよ。女の子を紹介するから数百万チャラにしろって、なんて悪徳な仲人なのかしら。でも楓さんとしても康介くんが結婚したら嬉しいですよね。このままずっと独身なんて親として不安だろうし、私の友達はそれなりに美人な子も多いし、おすすめですよ。嫁を紹介してもらえるなら数百万の価値はありますよね。じゃあその友達と会ってあげるから、俺に1回10万円な。え、どうも弟の康介です。
ついさっきは貧乏人だからって結婚式場から追い出したのに、そんな人に女性を紹介してくれるなんてすごく優しいですね。ゴースケ君？どうもすいません、僕結婚に興味がないんですよね。だからどうしてもって言うなら一回10万円でいいですよ。お金さえ払ってくれたらお友達と会う時間を作ってあげますから。なんでこっちがお金を払うのよ。可愛い女の子を紹介してあげるのにお金を要求するなんてありえないわ。こっちは紹介してくれなんて頼んでいないんですよ。それに貧乏人だとかバカにされていましたが、僕は年収3000万、それだけ稼ぐためには日々こなす仕事量だって多いんです。そんな中会ってあげるんだから俺の日給ぐらい払ってくださいよ。いやいや、だからっておかしいでしょ。どこがおかしいんですか。そっちだって母さんに会うだけでお金を取ろうとしていたくせに、なのに自分たちは嫌だって何様だよ。それは金を払う気がないなら僕はお友達に会いません。そもそも今は結婚する気もないので結構です。だからもう金輪際僕にも母さんにも関わらないでくれますか。今日の結婚式の件で俺たちは兄夫婦と縁を切ることに決めたんです。え、そうなの。プライドは高いし、人のことを平気で見下してひどい態度をするし、いくら家族でも付き合いきれないんですよ。その待ってよ、せっかく二人がかなりのお金を持ってることが分かったのに、挙式費用をポンと出せるくらいの貯金に年収3000万、せっかく仲良くなれそうだったのに縁を切るなんて言わないで。仲良くなれるわけないでしょう。とりあえず隣のお母さんから伝言です。今後の遺産も期待しないで、ほぼ残さないで使い切るつもりだからね。だそうですよ。嘘でしょ。僕も母さんの方針に賛成です。なんだったら母さんの老後は全部俺が面倒を見るつもりですし、今から使い切ってもいいくらいですよ。僕は引きこもりの時ずっと支えてくれた恩返しみたいなもんですからね。そんな遺産すら残らないなんてそんなの嫌よ。お願いします、絶縁なんて言わないで。今までの失礼な態度は全部謝るから。あなたたちの謝罪なんて必要ないんですよ。それじゃ兄ちゃんと末永くお幸せに、僕たちも母さんと仲良く暮らしますから。その後京介たちはご祝儀全額と車や時計の売却金でなんとか挙式費用を全額一括で私たちに返済してくれました。しかしそれと同時になんと彩香ちゃんの借金が発覚。ブライダルエステに100万近く隠れて使っていたそうです。私からのご祝儀を期待していたのもその支払いがあったせいでしょうね。せっかく結婚を機に専業主婦になりましたが、今は返済のためにパートを始めたと聞いています。そして京介はというと、弟康介に年収が負けたのが悔しいらしく、俺の方がすごいって証明してやると仕事に精を出しているそうです。しかし売り上げに固執するあまり、かなり悪質な営業も行ってしまったそうで、つい最近地方の離島の支店への左遷が決まったらしいと聞きました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。